ギロは、氷炭の内側をくり抜き外側に刻みを入れて、棒でこすったり叩いたりして演奏する打楽器。対面楽器に分類される。グイロ、グイロとも書かれる。主にラテン音楽で使用される民族楽器である。同種の楽器にヘコヘコがある。刻みは、氷炭の長手方向に垂直に入れられ、それを何本も並べてギザギザにする。 氷炭を円直にぶら下げ、ギザギザの部分に木や金属、造毛や動物の角などの棒を当て、氷炭を上下させることにより、棒で擦る。これにより、ギー、チャッというような音を出すのである。氷炭ではなく全体が、木製のものは、ウッドギロと呼ばれる。この楽器の基本のリズムはで、ギー、チャッチャッというように聞こえる。変わったところでは、 ストラビンスキーの春の祭典でもごく一部に利用されている。ドイツの現代音楽作曲家、ヘルムート・ラッヘンマンは、この楽器の点の集合が線に聞こえる音響に興味を持ち、ギロそのものを偏愛しているほか、他の楽器にもギロ的な奏法を求めるなど様々な方法で自作に応用している。似たような音響を奏でる楽器に、ラチェットがある。 しかしその外見や双方は全く異なる。カエルの形を模したギロ中国には、という名の虎をモチーフにしたものもある。ありがとうございます。